2009年の日本グランプリは、ロードレース世界選手権の2009年シーズン第2戦として、4月24日から26日まで、栃木県のツインリンクモ定ギで開催された。モートジッピークラスの決勝は、選手権の最高峰クラスのレースとして記念すべき、通算700戦目となった。そのレースでは、ホルヘロレンソが、チームメイトのバレンティーノ・ロッシを破って、優勝を遂げ、 チャンピオン争いの先頭に立った。豪雨の影響で土曜日の予選は全クラスとも中止となり、日曜日の決勝レースのスターティンググリッドはフリー走行のベストタイムによって決められた。また日曜朝のウォームアップ走行でも雨に見舞われ、各社ともセッティングを十分に詰められないまま決勝を迎えることになった。125cc クラスの決勝は ウェットから急速に乾いていく難しい路面状況の中、スリックタイヤにかけたアンドレア・イアン・ノーネが開幕から2連勝を遂げた。2位にはインターミディエートタイヤを履いたフリアン・シモンが入った。250cc クラスではポールポジションからスタートしたマルコ・シモンチェリがレースをリードしていたが、8周目に遠赤にタイヤをヒットさせてしまい、トラブルでピットイン。変わって、 ホームグランプリの青山博和がトップに立ったが、レース残り5周となった時に、アルバロバウティスタが博和をオーバーテイク、そのままトップでフィニッシュし、ライバルの地元での勝利を遂げた。博和は2位、また弟の青山修平がワイルドカード枠で出場し、6位に入賞した。モートジッピークラスの決勝、序盤はポールポジションからスタートしたバレンティーノ・ロッシュがレースを引っ張った。 3番手からスタートしたチームメイトのホルヘロレンソは3周目にはダニペドロサを抜いて2位、そして9周目にロッシュをオーバーテイクするとその後は反撃を許さずトップでチェッカーを受けた。勝利を挙げたホルヘロレンソ。ありがとうございます。